実りの秋。農家は収穫作業で大忙しです。一見普通の農村地帯ですが、ここはちょっと変わっています。あちこちに掲げられた看板、どこにも大臣の肩書きがついています。実はここ住民たちが建設した百姓王国なのです。ユニークな試みは農業活性化の起爆剤として今全国の熱い注目を集めています。岡山県のほぼ真ん中に位置する吉備中央町。その北東部上田西地区に百姓王国があります。ここは百姓王国の入り口、立派なゲートの先にその農村地帯があります。百姓王国は標高350メートルの高原地帯。昼と夜の温度差のある気候と土の良さから味自慢の農産物がたくさん取れる地域です。自然の恵みと高度な生産技術、そして美しい環境、これらの宝をそのまま生かし、地域全体を農業の王国に見立て、都会の人々との交流を図ろうと生まれたのが百姓王国です。百姓いうのはどうも昔のイメージであまり面白ないなというような意見もあったんですけども、これを仮名で書いたらどう読むって言って僕も言ったんです。飛躍しようと書かない百姓と読めんだろうと。飛躍しよう上田西いうことになれば、これも結構面白いネーミングじゃないだろうかなというようなことで。野瀬博さんは普段は桃農家ですが、訪問者が来れば王国の PR に努めます。これ、この看板は何ですか？これは各それぞれの大臣さんのお家の近くにこういう看板を立っておるわけです。大臣と書かれたユニークな看板。王国の中では至る所でこんな看板を目にします。それぞれ得意分野を生かした12名が担当大臣に任命されているのです。大臣の役割は王国を訪れた人を温かくもてなすこと。観光客は大臣のもとで旬の野菜を買ったり農業体験をしたりすることができます。大臣の所在地が詳しく載った案内板、似顔絵付きで親しみも湧いてきます。これは王国案内の地図です。地図を片手に看板を見ながら王国を歩けば、いろんな農業体験を楽しめる仕組みです。ここが大月、ピオーネ大臣さんの畑で、今大臣さんが作業されおるらしいから、ちょっと寄らせてもらいましょう。こんにちは。あ、こんにちは。野瀬さんの案内でハウスブドウ大臣を訪ねてみました。ブドウ畑の農業体験とはどんなことをするのでしょう。体験の方がいろいろ来ることもあるかと思うんですけども、はい、どんなことを教えられるんですか。そうですね、まあ主にはやっぱりこれまだ
芽が出て、これから葉が出て、つぼみがついて、そこからまあ実になるわけですが、そういった時に、房が出た時の切り込みとか、それからこう芽がどんどん伸びていくので芽を切ってもらうとか、まあそういうそのこのまだ成長過程の頃が多いです。ブドウに限らず、王国ではさまざまな農業体験ができます。観光客だけでなく、学校単位の総合学習や中高生の修学旅行の受け入れも行います。違うとこがいいかな。王国ができて都市部の人と交流が生まれたことで、地域にも活気が出てきました。いろんなとこからこの地を、まあ、見に来てくれるいうこともまず大事なし、それから、まあ、農業に関心持って、まあ、こんな楽じゃないんで、結構しんどい仕事しながらブドウできたんじゃなとかいうふうなことが、子どもたちとか、また都会の人にも、まあ、分かってもらえるのが、まあ、いいですし、またこう仕事しとっても、まあ、どういうか自分のとこだけでするよりも励みになります、やっぱり、はい。百姓王国はいわば農業のテーマパーク。いつもの畑もお客さんが来れば体験施設に早変わりします。これが子供の体験に来たのに植えさせた椎茸の原木なんです。もうこれ今3年ぐらい経ちますかね。まだこれから自然媒で取るからだいぶ使えるはずなんですけど。これですか？さつまいもです。これを子供たちに芋掘りの体験をさせたりなんやするのに毎年植えとるんですけど、普段の農作業をそのまま見せることで都会の人と交流を図る。ユニークな取り組みは町に新しい風を運びました。その功績が認められ、平成17年度地域づくり総務大臣表彰で地域振興部門賞を受賞しました。近くにある道の駅鴨川園城。直売所には朝取りの新鮮野菜がたくさん並んでいます。これらの7割以上が百姓王国で作られたもの。美味しさが評判となり、道の駅の名物コーナーになっています。実は平成5年にこの道の駅ができたことが百姓王国建国のきっかけでもありました。少しのもんでも持って行ってあれしたら売れるということで、なんぼかこう活力が出だしたと。なんでまたそれ少しでも持っていかないということで一生懸命作り出したという。市場と違って直売所は消費者の反応が直に伝わります。出せば売れるという反響の大きさに、高齢化で活気を失いかけていた農家が息を吹き返しました。ちょうどその頃、行政は新しい街づくりとして全町公園化構想を打ち出していました。当時の町長が地区に出向いて住民の率直な意見を聞く中で、上田西地区の住民はこんな提案をしました。村で採れる豊富な農産物と恵まれた自然環境を生かし、地域の力を結集すれば、特別なことをしなくても自然のままの農業公園ができるのではないか。
こうして平成8年、百姓王国が誕生したのです。平成13年には王国の拠点となる飛躍の里日だまりがオープンしました。ここは交流体験型宿泊研修施設、修学旅行はもちろん、最近では日帰りの視察も多いといいます。日だまりでは訪れる人に郷土の料理を味わってもらおうと、王国の女性たちが腕を振るっています。地元の味です。野菜は全部。料理は自家製の野菜を持ち寄って作ります。私が持ってきたのはゴーヤとパセリと人参とそれからオクラ、なんかお漬物をね、ナスときゅうりの漬物をしてきました。その時その時の野菜とかで、まあいろいろみんなによってあのメニューは考えていくんです、はい、採れたての野菜を新鮮なままたっぷりといただく、都会ではなかなかできない贅沢です。メインは地鶏の照り焼き。さあ、上田西の中で地鶏たくさん買っておられるから、その方のを利用しながら、地鶏も地元産です。煮物や天ぷらなど野菜尽くしの9品がテーブルに並びました。この日日だまりを訪れたのは倉敷市の生活交流グループのメンバーたち。日だまりの視察を兼ねて昼食を食べに来たのです。心尽くしの手料理に皆さん大満足でした。ここで作られてるからすぐ地産地消でもすぐ出せるんじゃないかと思うんですよ。だからあのとってもいいことだと思います。我々もしたいです。食事の後は話にも花が咲きます。はい、ビールが350、はい、から塩が120。漬物のレシピを熱心にメモする人もいました。農業体験だけでなく、採れたての美味しい野菜も味わえる。百姓王国はまさに農業のテーマパークなのです。百姓王国ができ、活気を取り戻した町。今では都会から農家へ I ターン就職する若者もいるほどです。都市との交流が実を結び始めたのです。やっぱり百姓王国で高校であったんじゃ言うても、新しいことでチャレンジもしていかんと、あの分からないこと、うん、だからそういうチャレンジをあのみんな思いついたら、おいどれのじゃろうか言うてくれる出したいうことも、これも一つ地域の中の活力が出おるんかなというふうに僕は感じ取るわけ、うん、普段の農作業を観光資源にし活性化へとつなげる、これまでになかった逆転の発想は、新しい農村の在り方のヒントになっているようです。